おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。3連休だ、すげえ。3連休の2日目だ。あれ1日目には撮ってないです。1日目の収録も何もしてない。いやこれ言ったかな、多分まあこの言ってる、まあ動画が開けてることで間違いないんですけど、職が、次の職が決まって、その分、休みが多くなったわけですよ。もともと、有給消化のために。休み、一応、あったわけですよ。だから、本来、今の時点では、4月20日時点では、職を探してるはずだったんですけど、もう決まってしまってる。かなり早い状態で内定が出てしまったので、持て余し状態ですね。あ、でも、なんだかんだね、塩を作ったり、まあ、2通目の退職届を書いたりしてますね。皆さん、モンバト2で主人公が解禁された時ですよ。主人公解禁された時に、お供何がいいかなって、絶対迷ったし、その迷うところに倒すとかあったと思うんですよ。どんなやつが相性いいんだろうって。で、まず、出てきたのがこちらです。その中で、まず僕がかなりの確率で見にしたのがこのチームです。よろしくお願いします。まあ今まで3体魔物でやってきたのがさ、まあ主人公を入れて、その2体のお供モンスターを引き連れるわけじゃないですか。まあそこに職業相性っていうのがあったっていうのはね、結構実は先になるんですよ、これが。ああ、そういう感じなのね。その職業相性があったっていうのことを知るのがちょっと先になるんです。はい。ね、生息地相性、職業相性が主人公にあったっていう発覚するまでちょっとだけ時間かかったんですよね。なんで HP がこんなに高いんだろうとか、なんで HP 上がんないんだろうみたいな要素あったと思うんですよ。それを考えるのが楽しかったんですよね。はい、オッケーね、このね、音も考えるときめっちゃ楽しかったよね、正直。あ、自分魔物使いの魔物だったから、あれやったけど、でも一応ね、サブでね、ちゃんと他の職業機やってたときは、音もモンスターに何がいいんだろうってすごい迷ってたし、あ、こいつ相性いいんだ、みたいな。それ入れてもいいかもな、って。そういうのあったからさ、楽しかったよね。で、その戦士が少しやってた頃に、まあ、今回装備がかなり鋼の鎧とか、なんか、今回剣の前ばっかだな。今回剣の前ばっかじゃねえかよ。ノロルランブ、剣の前って、おい、行くぜ。はいはいはい、プラチナソード、イェーイ。今回プラチナソードばっかじゃねえかよ。なんか剣前ばっかじゃねえ。で、実機でね、かなり見たのがこのチームかなっていう感じですよね。戦士で。サムエル白騎士。まあ、2が始まった頃は当然ね、2のモンスターもちろん選ばれてはいるんですよ。アンクルホーンとか結構有名ですね。戦士の2前期はアンクルホーンとかなかなか有名なモンスターだったんですけど、まあ、結局なんかね、まあ、アンクルホーンがその時、800分の1だったんですよね。そう。めったに出るモンスターじゃなくて、そう考えると安価で手に入る。今までやってたら手に入る白騎士や、サマヨルがありがたがれたと。はい、シャドウ、コールリズムが放たれる言ってたら終わったわ。なんか決勝戦にはこいつらが出ないと死ぬ病でもかかってんのかなんか最近この決勝戦のパーティーをやたら見るような気がします。出しゃばりか、もっといるだろ、決勝戦のパーティー。メタルか、これしかねえじゃないか。じゃあ行きましょうか。今回はね、このチームね、まあ、何がいいかって、さっきバババってちょこちょこやってるんですけど、まあ必殺が使える点です。まず一つは。必殺はちゃんとありますね。はい。で、まあシャドウとかの打点、呪文打点あったり、白騎士が結構いい味出してる。で、サマヨレの守備力ダウン、キングダムソードがある。うん。で、プラチナソードはね、ワンの前期にはこれしかなかった感があります。正直言うと。鋼の剣とプラチナソード、あと何ですか、三足炎ですか何ですか、破壊の剣ですかそうそう。まあ一応結構選択肢あったんだけどね、鋼の剣見られる人も多かったけど。いや、結局プラチナソードが最強説あったからな、光属性の攻撃できるのやばいよな、プラチナソードって。プラチナソードがね、光属性の先行の元気が強いんですよ、これがね。まあでも相手的には刺さってないですけどね。これは、アビ的に刺さってない。あー、強い！威力も高いからね。ここ反撃食らうのは仕方ない。まあまあ、ここ反撃食らっちゃいますね。まあ、仕方ない、まあ。HP だいぶ余裕なんで。戦士は、まあ、レベル99だとめちゃくちゃ HP だから。3000ぐらい戦士のパーティーってさ、3000ぐらいあってもさ、もう、おかしくないからね。じゃあ行きましょうか。いざ予感。誰もが見た、なんも親の顔より見たこの必殺技。行きましょう。
まあでもこれ入れてあれで終わりだね。うん。まあ一つはこの必殺技が使えること。はい。何でこのチームが流行ったかっていうと、まあ二つ利点があったんですよ。必殺技が使える、パーティーバランスがいい、そしてもう一つあったんですけど、これは後でお見せします。賢い方ならもう分かってるかもしれませんね。いざよかもエターナルサッシュ、親の顔より見たこの技ら、いくぜ。剣術9号機エターナルサッシュ、ダウンウォール効果、せーの、はいダウンウォール入ってこう。オッケー、ダウンウォールも強いね。ね、必殺技の締めも可能、そしてもう一つ強力な技があるんですけどね。まあこ、まあ、打撃にも硬いしね、全員。まあ資料技師はちょっと柔らかいかなぐらい。うん、白騎士がちょっとね、打撃に強いわけではない。まあ、弱打撃耐性ぐらいかな。おい、さまよろいさあ、とどめを刺しましょうかね。なぜこのチームが流行ったか。それは、これです。SP を持っていなかったとしても、代わりに SP 攻撃ができるからですよ。いこう、ポンファイター、絶対 !4 ターンでーす。うわー、いったははは、やったこれがこのパーティーのお手軽さ。ねえ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 、結果見えてるよね。おーい、おーい、結果見えとる結果が見えてんだよ、 100% よ。相手がキングスライムというなら、こちらはウルトラスライムを召喚します。いきましょうなんかこの手のとどめ最近見た行くぜウルトラスライムおキングさんが踊れてる。あ、ウルトラ様ってなんつー光景出してんだ動画映えやさあ、じゃあ大魔王でも召喚しましょうかね、軽くまあ2の前期といったらこれですかまあまず2の主人公がさ、導入されてまず出てきたのはこいつでしょう、タイヨロでーす。まあ2の前期にこうやってデスピサルがね、実装されたわけなんですけど、先行の剣技使うと使わなかったわ今実装されたわけなんですけど、まあそんなに強い、なんかめちゃくちゃ攻撃が強いとかいう感じの魔王じゃなかったのが本当にやりやすくって、まあね、いろんなチームを試すのにちょうどいい相手だったってね、結構好評のデスピサロさんです。ちなみに先行の剣技は選んでたんですけど、選んじゃうとどうやらどうやら必殺技を発生させてしまうようなんで、今キャドになっちゃいました。よりによって白騎士、まさか白騎士がキャドを選ぶで、ね、珍事発生しましたもん。結構食らうな。まあ麻痺は仕方ない。まあ麻痺仕方ない。ここは仕方ない。先行剣技弱点取れるんだけど、剣の前でいいかな。BBA でいいか。うん。さあ、光打点。一応弱点の光打点です。はい。よいしょ！いい409点の！やばいね！じゃあ、ここつばぜりでよかったな。そうだね。ここつばぜりでよかったかも。もうちょっともったいないかもな、これ。2ターン目もフルアタなこと考えたら、まあ、いいか、次のターン、つばぜりしてもいいし、マヒアド怖いから4ターン目でもいいけど、どうしようかな。つばぜりが全てになっちゃうんで、やっぱ。どうしてもつばぜり合いは、感化できないことになるんで、主人公を入れる関係上ね。どうしましょうかね。ここでつばぜりでもよかったよ、正直。負けたら光の玉を追いつけばよかったあれね。さあ、ここ動いてくる。デスピサル何打ってくる？あー、これはね、ね、今回はね、もうピロリとか言えないからね、なんかサムネで一回ピロリったけど。あー、結構食らう。結構食らうな。結構だな。行きましょう。これはここのターンに勝たないと、絶望が確定します。もうどうしようもない。やだ、そういうの、本当に。もうたまに負けるがやだ、デスピサルに。4。うおー、見て見て見て、あっ、ほんとよかったねー、よく勝ったなよく勝ったなー負けてたらもうこの動画終わってたね。もう多分ね、対人戦動画とかに行ってたと思うよ。対人戦じゃないんだけど、自分のチームとの一人将棋になってたぞ、このまま負けてたら早すぎる大魔王戦、やめてよ。いや、もうデスピさんも望んでんだよ、きっと。ティラよ、もっとこのパーティーが活躍するとこを見たいと、デスピサルが言ってる。答えるしかねえわ。赤目も勝ちたい。それやったらもう赤目も勝ちに行こうね。このターン、凍てつかの可能性あります。凍てつかの可能性はあるけど、死ぬこともないから、ほぼほぼ勝ったと思う。なんで走り出す？うなるーこのさ、剣の前良くない？時々言ってるんですけど、このプラチナソードの剣の前良くない？この踊る感じ。一応ね、スキャバトとかにもね、このモーションあったんですよ。黒ブレにはないな。スキャバトにもこの踊るモーションあってね、よかったよ、あれ。
もう見せることができないのがね、ちょっと残念だね。さあ、ここに頼む可能性があるよ。まあまあまあ、ここは仕方ない。レシピで優しいんで、5ターン目はね、イテハ使わないんですよね。5ターン目にイテハを使わないので、まあ、ほぼほぼ、何やっても勝ちって感じですかね。よし、オッケー。1300食らうことはね、普通に考えてありえないんでね。はい。なんであろうが大丈夫です。まあまあまあ、レシピサルは優しかったわよ、今回は。はい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 。SP はね、ちょっと腐った感あるけど、大丈夫大丈夫。まあ、戦術の耐久力やべえな、こうしてみると。こんなにバシバシ食らっても大丈夫なんだもんな。まあでもね、赤目とかになってくるとその3000の耐久すらね、もうボコボコに削られますからね、うん。さあ、これ倒して、赤目いっちゃいましょうか。さあ、ここ倒した。つばぜりがさっきちょっと事故みたいなもんだったからな。ちょっと次頑張りたいね。ここでどうしようかな、次。さっきみたいに甘えさせてはくれなさそうですよ、ちょっと。いや、つばぜりは負けたら全てが終わる。よっしゃ、勝ちに行くぜ。で、ちょっとこじつけみたいになっちゃうんですけど、こいつも3、4がいてつかどうなんです？一番被害が少なく済むのは、2ターン目に仕掛けることなんですよ。で、2ターン目に赤に持っていくのはほぼほぼ不可能なので、2ターン目に黄色マックス仕掛けて、勝つしかないかもって感じですね。赤怖いわけじゃないよ。赤つばぜり怖いわけじゃないよ。そうだな。さあ、でね、レシピザはちょっとだけね、打撃の小耐性が、弱耐撃耐性がね、ついてます。同じ身の守りなのにね、打撃のね、軽減率がちょっと違うんでね、結構わかりやすいんですけど、さっきのデスピサーとね、比べてみると分かるんですけど、弱打撃耐性がね、ちょっとついてる。痛えよ。弱打撃耐性がついてる。痛えな。メラゾーバよりマシかでも。メラゾーバの方がやばいな。正直、このパーティーの場合。まあだから、まだいい方かな。さあ、剣の前打って、オッケーよ。さあ、つばぜり行きましょう。2秒で。2秒も減ったくのねえや。黄色だもん。黄色で、連打勝負。むしろ勝ちづらくなるからな。黄色マックスでやったとしても。これ負けたら、ちょっと光の弾使って追いつけるから絶望やな。あ、やべえ！ちょっと、押す。連打で勝つ。連打で勝つ。いくよ。連打で勝つ！頑張れ、頑張れ！勝てる、勝てる、勝てるぞ！よっしゃ！でかい。これでかい。で、ここからのルートなんですけど、3ターン目、4ターン目に凍てつく波動を使う可能性がデスピサルはあります。なんで、凍てつく波動を1回でも引ければほぼほぼ勝ちなんですよ。5ターン目まで耐えればほぼ勝ちと言っても過言ではないです。ぶっちゃけ言えば3ターン目と4ターン目の恐怖の攻めのメラゾーマをバシバシ食ってしまうとかなり厳しくなります。メラゾーマがやばいよね。てかメラゾーマやばすぎ。だから3ターン目に手吐きたらほぼほぼもう勝ちになる。イテハをどんだけ重ねられても5ターン目のタイムは勝ちだもん。3、4で攻撃引くのが負け筋になるのかな。でもそれで、やばくね？ちょっと運ゲー入ってんな。あーやばいな、恐怖の爪が。やばいよ、これ。やばいな。やばくね？うわー食らう。なーやばい。どうする？ 1057 しかない。どうする？次メラゾーマの可能性がある。奇跡も魔法もあるんだよ。てかさ、ボーダーの3300に乗せないとダメだよ。ボーダーの3300に乗せれる？そもそも君たちが今のマヒッターの結構やばくないか。そう、ボーダーの3300に乗せれるかどうかも怪しいな。え、そんなに削りにくい相手じゃないぞ。イテハじゃないとやばい。うおぉいてはしてこいよ、お前。お前、全然いてはしねえじゃねえか。やばいやばいやばい。うん、耐えます、耐えます、耐えます、耐えるよ、耐えるよ。え、耐えるの、うわぁ。戦士と
は何たるかを見せに行きます。最終期の戦士ってこんな感じだと思います。めちゃくちゃやってもらえるやん。さあ来ました、きらめく星とともにスターフレア。いやもうちょっと待って、一番やばいっつ、それ一番かんとこ飛んでる。あーほらもう262。さあシャドウが誰に行くか。はい、氷の呪文がドーン。あれー来ました、これメラミがやばい。これメラミやばくない？ちょっと待って、誰に飛んでもやばいよ。こっちも魔法だぜガード。これが DLC というものを襲う。もう、やめて。それはずるいじゃん。ずるいずるいずるい、これ。うわぁ、もう。全員打点を取れてんのがまずいよね。あ、ダメだ、これ。いくぜ、ミラコン、かっこいい！なぁ、もう。普通に押し負けるわ、こんな。負け負け。無理無理。絶対勝てない。